サッカーファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。青空の下、絶好のコンディションで迎えましたエキシビションをお送りします。フリューゲルスがマリノスを迎えてお送りします。解説は松木安太郎さんです。こんにちは、松木です。よろしくお願いします。さあ、まもなくキックオフです。さあ、キックオフです。ホームの横浜フリューゲルス、スターティングイレブンは楢崎、前田、大竹、薩川、森山、山口、サンパイオ、三浦、前園、ジーニョ、エバイー。続いてアウェーの横浜マリノス、川口、松田、小村、井原、野田、鈴木正治、三浦、サパタ、山田貴博、ビスコンティ、アコスタ。フリューゲルスの調子はどうでしょう。最近少し疲れ気味ですね。ちょっとダイビング気味ですか。ブーイングですね。傷んでいます。さあ、マリノスチャンスですね。セットプレーをきっかけに打開したいですね。クリア、松田、中盤でボールを回しています。いい形だ。グラウンダーで流した。松田、いいボールですよ。素早いプレス、ディフェンダーかわして野田、大きく蹴り出しました。いや、危なかったですね。三浦、攻めてる時のディフェンスの意識が欲しいですね。なるほど。アーリークロス、激しい競り合いです。エバイ、早い展開です。サパタ、サパタ、この日はいいですね。アコスタ、大竹、奪った、山田貴博、サパタ、パスをつないでチャンスを伺います。ロングクリア、ここから早いですよ。体の使い方がまずいですね。ええ、マリノスの調子はどうでしょう。後半になるとバテ気味になるので、今日もまあ最後まで頑張る必要があるでしょう。ですか。チャンス、柔らかいタッチ、落ち着いてますね。森山、これはものにしたいチャンス。サイドチェンジ、これはチャンスですよ。本戦です。かろうじてクリア、中央突破は難しいですね。大竹、井原、献身的なプレー。森山、ジーニョ、繋がらない。鈴木正治、パスを回してますね。いいボディバランスですよ。奪った、ジーニョ、鈴木正治、いいパスだ。両チーム揉み合います。チェック厳しい。マリノス、今日は攻めてるぞ。前線の選手が積極的でいいムードですよ。ですね。サイドをえぐってきます。左からセンタリング、山口、サンパイ、前田、混戦です。ナイス切り返し、ディフェンダーかわしてクロスのセンタリング。いいディフェンスしましたね。ゴール前チャンスですよ。大きく蹴り出しました。ここから早いですよ。松田、エバイ、素早いプレス、パスに精度が欲しい。これでは 50-50 のプレーだ。ジーニョ、前園、ワンツー、パスをつないでチャンスを伺います。ちょっとボール持ちすぎですね。そうですね。高い運動能力です。井原、マリノス動きはどうでしょう。動きはあまり良くないですね。なるほど。ナイスディフェンス。お、大きくクリアした。タッチラインを割りました。苦しくなりましたね。ホイッスル、ファールです。もったいないっすね。起き上がれません。
さあマリノスセットプレーです。これはいいところのフリーキックですよ。攻めてますね。ロングクリア、中央突破は難しいですね。体の使い方がまずいですね。鈴木正春、前方から激しいアタックだ。チャンス、チャンス、ここでシュート。ゴールラインを割りました。さあセットプレー、大事にしたいですよね。はい、どうでしょうかね。落ち着いてますね。身を挺してのヘッド。森山パースミスか。献身的なプレー。ビスコンティ前田、チャンスをものにできない。まだチャンスはありますよ。マリノスは少々飛ばしすぎですかね。確かにこの運動量で最後まで持つか心配ですね。ですか。ああ。クリア。どこに展開していくのか。あれ、ジーニョ、前園、チェック厳しい。つながるのか。三浦、エバイ、ここで笛です。前半終了。ここまで両チームとも無得点です。後半に期待しましょう。両チームともに決め手を変えてますね。フリューゲルスですが、今日はどうでしょうか。オフェンスがいいリズムですね。そうですか、楽しみですね。モリアン、お、スルーパスならず。タッチラインを割りました。三浦、大きく蹴り出しました。中央突破は難しいですね。どこに展開していくのか。パスを回してますね。エバイ、ミスコンティ、動きがいいですね。ナイスチェック。切り替え、フェイント、大きくクリアした。守りに入ると押し込まれますよ。ですね。ロングクリア、いや危なかったですね。これはチャンスですよ。ディフェンダーの壁は使った。エバイ、ちょっとボール持ちすぎですね。そうですね。スピードに乗った攻撃、さあ突破できるか。グラウンダーで流した。かろうじてクリア。ここから早いですよ。マリノスの攻撃ですが、はい、どうでしょう。多彩な攻めを見せてくれますね。なるほど。右サイドから上げた。届かない。これはチャンスですよ。いいボディバランスですよ。アーリークロス、どこに展開していくのか。いいパスだ。ジーニョ、鈴木正春、クリア。タッチラインを割りました。マリノスファールです。もったいないですね。大丈夫でしょうか。さあフリューゲルス、チャンスですね。セットプレーをきっかけに打開したいですね。このプレーはあっぱれですね。どこに展開していくのか。スピードに乗ってドリブル突破。ナイスディフェンス、大きくクリアした。オムラ、華麗なパスワーク、ロングクリア。ここから早いですよ。松田、これはいけませんね。エバイ、ブーイングですね。痛んでいます。マリノスフリーキックです。ここは大事に攻めたいですね。ディフェンダーの壁は使った。フリューゲルス、今日は少々荒っぽいですね。フェアプレーしないといけませんね。井原、かろうじてクリア。次につなげたいですね。ディフェンダーかわして右からセンタリング。苦しくなりましたね。ゴールラインを割りました。さあセットプレー、
大事にしたいですよね。いいボールを出してもらいたいですね。ナイス切り返し。鈴木雅治、ビスコンティ、三浦、早い展開です。前園シュート、前園見事なシュートです。フリューゲルス先制のゴール、抱き合うイレブン。さて VTR の用意ができました。今のは完全にマークが外れてましたね。ですか。追いついてほしいですね。ですね。フリューゲルスのディフェンスはどうでしょう。そうですね、とても集中してます。突破を許しませんね。そうですね。エバイ、松田、ビスコンティ、サツカワ、ディフェンスが集中しないといけません。なるほど。前方から激しいアタックラー、アコスタ、森山、マリノス倒してしまいました。ブーイングですね。起き上がれません。イエローもやむなしか。まあ当然でしょう。起き上がって、さあプレー再開。攻めてます。ロングシュート、いい判断でしたね。サパタ、サンパイ、前園、ああ波状攻撃か。中盤でボールを回しています。サンパイ、チェック厳しい。チャンスチャンスチャンス。クロスのセンタリング、ボレーシュートだ。献身的なプレー。マリノスのディフェンス、ここまでどうでしょう。いや、危ない場面が目立ちますね。ええ、一人で持ち込む。チャンスをものにできない。さあ速攻か。とにかく攻めたいですね。ですか。ダメ、奪った。井原、スピードに乗ってドリブル突破。時間がなくなってきました。グラウンダーで流した。クリア、ジーニョ、スピードに乗ってドリブル突破。マリノス、チャンスチャンスチャンス。左サイドから上げた。大きくクリアした。タッチラインを割りました。これはチャンスですよ。井原、ロングクリア。ロスタイムに突入しました。ジーニョ、つながらない。どこに展開していくのか。いい形だ。アコスタ、グラウンダーで流した。シュート、ゴール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 。ビスコンティ、この時間帯でやっと追いつきましたね。マリノス同点のゴール。サポート、スロー VTR で見てみましょう。落ち着いて決めましたね。ですね。同点のまま延長です。守りに入ってますね。マリノス、どうした。決定力不足の悪い癖がまた出てますね。そうですね。サツカワ、ディフェンダーの壁は厚かった。ディフェンダーかわして、ちょっとボール持ちすぎですね。なるほど。エバイ、かろうじてクリア。いや、危なかったですね。
右からセンタリング。森山。届かない。ナイスディフェンス。前園。鈴木正春。パスをつないでチャンスを伺います。ビスコンティ、アコスタ。体の使い方がまずいですね。ええ。タッチラインを割りました。右からセンタリング、ヘディング。チャンスをものにできない。ここから早いっすよ。ジーニョ。前園。山田隆弘。フリューゲルス、今日は中盤が機能しているようですね。積極的に前方からアタックしているからでしょう。ですか。前方から激しいアタックだ。三浦、動きがいいですね。アコスタ、攻めてますね。パスを回してますね。立川、クリア。チャンス。ああ。クロスのセンタリング、ヘディング。奈良崎、ナイスセーブ。エバイ。ディフェンダーかわして、フェイント。鈴木正春。前田。パスだ。さあ、オムラ。ビスコンティ、ナイスチェック。両チーム揉み合います。波状攻撃か、エバイ。素早いプレス、笛です。すぐに延長後半へ。フリューゲルス、今日は月がないのか。前線にいいボールが出ませんね。ですね。鈴木正春、ちょっとダイビング気味ですか。今のプレーは軽率ですね。大丈夫でしょうか。イエローカードですか。まあ当然でしょう。マリノス、フリーキックです。ここは大事に攻めたいですね。大きく蹴り出しました。中央突破は難しいですね。ジーニョ、ちょっとボール持ちすぎですね。そうですね。そしてシュート、野田。大きくクリアした。ホイッスル、ファールです。ブーイングですね。傷んでいます。フリューゲルス、フリーキックです。体の使い方がまずいですね。ええ。ビスコンティ、スピードに乗ったコップ、ロングクリア。さあ速攻か。早い展開です。ディフェンダーの壁は使った。一人でも突っ込む。右サイドから上げた。サパ、身を挺してのヘッド。苦しくなりましたね。アーリークロス、献身的なプレー。いいボディバランスですよ。ジーニョ、三浦、ビスコンティ、ああ。チャンスをものにできない。中央突破は難しいですね。オムラ、残り時間わずか。札川、クリア。どこに展開していくのか。ナイス切り返し。つながるのか。届かない。札川、中盤でボールを回しています。ビスコンティ、スピードに乗ってドリブル突破。どちらのチームに勝利の女神は微笑むのか。大きく蹴り出しました。いやー、危なかったですね。グラウンダーで流した。タッチラインを割りました。
延長戦後半終了、 PK 戦までもつれ込みました。フリューゲルスの一人目はエバイ。狙いすぎですか。マリノスの一人目はアコスタ。焦りましたかね。ジーニョ、確実に決めました。二人目はビスコンティ、高くねじ込みました。3人目は前園。どうしたんでしょう。3人目は山田隆弘。さすがに冷静です。三浦、落ち着いてますね。4人目はサパタ。ちょっと力が入りすぎましたか。5人目はサンパイオ。狙いが良かったようですね。三浦、さあこれを外せば負けです。プレッシャーをものともせず決めました。次は山口、慎重に決めました。次は鈴木正治、さあこれを外せば負けです。読みすぎでしょう。フリューゲルス PK 戦までもつれましたが、なんとか勝ちを手に入れました。今日のゲームいかがでしたか。最後まで緊迫したいいゲームだったと思いますよ。ですか。実況はジョン・カビラがお伝えしました。それでは皆さん、次の試合でお会いしましょう。緊張感の中での勝利、さすがですね。皆さん頑張ってください。